こんにちは。FX 専業トレーダーの翔太です。えー、本日、えー、2017年10月30日月曜日の、えー、ドル円の、えー、相場展望をやっていきたいと思うんですけども、えー、相場展望というか、まあ、注目ポイントですね、えー。直近を見るとですね、こちら15分足なんですけども、えー、ここですね、あのーまあ、15分足レベルで、まあえー、ウォルフ稼働が、ねえー、作られようとしている感じですね。 要は、1点目、2点目の、3点目、4点目、5点目ということですね。もう一回カウントしますね。1点目、2点目、3点目、4点目、5点目ということで。で、この24ラインですね。この24ラインを今、こう、上にブレイクしてきている段階ですね。なので、もしかしたらですけど、この14ラインですね。 1>, え1点目と4点目。この1四ラインまでの、えー、この上昇っていうのがですね、えー、もしかしたらこう起こり得るかもしれないっていう、えー、状況ですね。うん、今、激しくこう下髭をつけてきてますね。うんまあ、なので、この1四ラインまでの、えー、タッチをするようなこの上昇っていうのが、えー、もしかしたらこう起こるかもしれないという局面ですね。まあ、この動画を えー、アップした時にはですね、えー、もうどちらかに、まあ、決着がついているかもしれないんですけども、まあ、直近を見るならまあそういうシナリオがまあ描けますということですねでちょっと1時間足見てみましょう、えー、1時間足を見ると、まあ、上にね、えー、二重移動平均線がこう立ち塞がっているんでね、まあ、そこでこう抑えられてですねでまた下落してくるという、えーまあ、パターンにもね ななるかもしれないのでまあとりあえずこの14ラインはこのように引けますけども、まあ、それまでにあの止められやすい、えーまあ、要は反発しやすいポイントはですねあるということを、えーまあ、ちゃんと頭の中に入れつつ、まあ、この14ラインまでのタッチはまあ期待できるなというふうに考えた方がいいですね。まあ、今ね、あのー、ここでまあ うんまあ、ちょっとこう、粉見ですけども、まあ、ちょっとこう、下落のこう、スイングをね、形成しているんで、まあここの安値ぐらいまではね、目指してくる下落が起きてもね、不思議ではない。えー、まあむしろその、大きい、えー、まあシナリオというか、もっと大きな時間軸でのシナリオを考えると、あのー、まあこれは一週間ベースの ドル円の相場展望の動画の方でお届けしたんですけども、実はここにもウォルフ稼働ができてるんですね。うん。要は1点目の2点目3で45ということですね。で、ここで14ラインがこのように引けますんで、えー、この14ラインが形成、あの、なんていうかタッチするって、えー、なったらですね、結構な下落があの起きても不思議ではないということになるんですね。 なのであのーまあ、とりあえず短期的に見るとこっちの一オンラインまでのこう上昇が、まあ、期待できるかなっていうだけで大きくね、えー、もっと大きな、えー、時間軸で見ると、えーまあ、結構な下落も、えー、起こ結構な下落が起こっても不思議ではないという局面なので、まあ、十分その、まあ、暴落にはですね気をつけた方がいいという状況ですね。 で、この1 4ラインが、えー、まあ、期待できるなと。期待値が高まってくるのが、この2 4ラインですね。この2 4ラインを下にブレイクしたらですね、この1 4ラインまでのタッチの下落の期待値がより高まってくるんで、この2 4ラインもね、ちゃんと注目しとった方がいいですね。 まあ今日この24ラインにタッチしてくるのか、まあ、それともタッチせずにぐっと上がってくる、えー、また再び上昇してくるのか、っていうところの決着がつくかどうかはですね、えー、今日中に決着がつくかどうかっていうのは、えー、もうちょっと見てみないことにはって感じなんですけども、うんまあ、とりあえずそういったシナリオが描けるんで、よかったら参考にしてください。まあ、この動画で一番伝えたかったのは、こ、ま、の、あ、直近のここで、 えー、ウォルフ稼働が作られてますよっていうことですね。で、この1オンラインまでの、えー、タッチの上昇がですね、ちょっとこう期待できるような状況になってきたんで、えー、この上昇には、えー、上昇にはこう十分気をつけた方がいいということですね。はい。えー、と、まあ僕はこんな感じでね、あの日々、えー、まあ相場展望とか動画講座とか、えー、いろいろとお届けしてますけども、えー、もっともっとね、奥深い え、まあ、こう、奥深くて革新的なね、素晴らしいトレードノウハウをですね、たくさん学びたいという人はですね、あの、僕の FX 教材をですね、え、ご参考いただけたらと思います。大変ご好評いただいております。え、この動画の下の概要欄に、僕の FX 教材のリンクを貼ってますんで、良ければご参考ください。で、あと、LINE アットもやってますんで、ご質問とかご相談とかある人は、まあ、トークの方でね、 ご質問とかご相談いただけたらと思います。LINE アットでしかお届けしていないような、えー、極秘情報とかお得な情報とかもあったりしますんで、えー、よかったらですね、この動画の下の概要欄に LINE アットのリンクも載っけてるんで、そちらから友達追加していただけると嬉しいです。で、友達追加していただいた方には、プレゼントの方も差し上げていますんで、まあ、きっとそのトレーダーの方ならね、喜んでいただけるプレゼントだと思いますんで、えー、プレゼントが欲しいという方は、 この動画の下の概要欄に、えー、貼ってある、えー、僕の LINE アットのリンクから、えー、友達追加していただいた後にトークの方でプレゼントをくださいというふうにメッセージください。それ確認できましたらプレゼントの方をトークの方でお送りさせていただきます。はい、というわけで、えー、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。翔待でした。